ありがとうございました。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 いらっしゃいませ。ごちそうさま。おいよ。谷さん、どうぞこちらへ。はい、かしこまりました。はい。あ、先輩。あ。お前らがよ。何ですか、こんなとこで。仕事よ。この辺よく来るんだよ。本当ですか。お前んとここの辺かよ。名刺あげたでしょ。あ、そうかよ。いい格好してんじゃねえか。参っちゃうよな。親父が無理に着ろって言って。それはしょうがねえよ。どうせ社長なんだから、うん、人の使い方教えてくれっつうの。そんなこと言ったって下積みから始めろって。昭和の初めの生まれってのは頭固くてどうしようもねえな。昼だってどうですか、この辺だけで食えってんだから。レストランなんか行っちゃいけねえって。そうかよ。あ、これメンコロ定食じゃないですか。え、あ、あ見たかよ、メンコロ定食を先輩が食ってる。320円でしょ。あ、やだね、やだ。なんだよ。俺たちはね、先輩、この辺で食うしかなくてもメンコロ定食320円なんてせこいもんだけは食うのよ。そうって誓ったんだよな。はい、スペシャルお待ちどうさまでした。ほらほら、おっ、はい、ほら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 、せめてこのくらいにしてくださいよ、先輩。そんなこと言ったって昼は最低450円ですよ。320円ってのは悲しすぎんじゃないですか。言うな。そういう人間には会いたくねえっつってたら先輩もそうだよ。悲しい悲しい悲しいよな。嫌になっちゃうだろ、食うの。冗談じゃねえって言ったのよ。営業で外歩いてりゃ昼飯は毎日のことだよ。少しでも安くてうまいもの見つけるのは仕事のうちだって言ったら、それうまいですか。毎晩裏で猫殺してひき肉にしてるっていう噂ですよ。ああいうのが親の後継いで社長になっちまってるんだから。この世は闇よ。あいつらの食ってたスペシャル定食ってのは750円よ。320円とじゃ430円違うだろ。まあ、月にして25日外で食うとしたら1万円以上下がるわけよ。そういうとこに細かい神経がいかねえってことはもうすでにして普通の人間じゃないわけよ。それで、あ、それでどうした。部長、聞いてたんですか。え、こっからこっちのつもりだったんですけど。隣のビルにだって聞こえるよ。待て待て、それで。それでって言いましたよ。これでも大学の先輩ですからね。お前ら世の中を何だと思ってんだ。320円の何が悪いんだ。メンチカツとコロッケとキャベツとお新香と味噌汁と飯がついて320円という定食を見つけたことを俺はむしろ誇りに思ってる。俺の解消だと思ってる。親から金もらって750円の定食食うのはそんなに偉いかって。もう目の前でむしゃむしゃ食ってましたよ。それで偉いとか尊敬しまうとか言ってましたけど、どんどん食って出てきちゃいましたよ。それで。それでって従業員500人って言わなかったか。ええ、なんかなんかじゃない。はい、セールスやってるもんがそんなことでどうすんだ。従業員500の工作機械工場と聞いたら何より食らいつくことを考えないでどうすんだ。はい、社長の息子にコネがあるなんてことはめったにあることじゃない。説教するなんてとんでもないぞ。ガンガンごまして仕事取らねえでどうすんだ。世の中なめてんのてめえだろうが。